こんにちは、ウィルツァーです。今回はですね、ニューヨークの、ご案内をしたいと思います。先日ですね、またいろんなテレビとか雑誌でも、やっておりましたけれども、ニューヨークがすごい今人気になっております。まずですね、ニューヨークといえばやっぱりこの自由の女神なんですけれども、内容もですね、ちょっと深く入っていきますと、だんだん、時代とともに変わっているという状況がございます。一番有名なのはですね、タイムズスクエアですね。マンハッタンの中心でございます。ミュージカルからですね、何から、ございます。もう本当にそこに立つだけでですね、摩天楼があって、この看板があってですね、もうニューヨーク、ザ・ニューヨークという感じということです。で今ですね、このザ・ライドというですね、真っ黒のこう大きなバスに乗ってですね、街中を観光するというツアーがありまして、これもテレビで紹介されてたんですけども、これバスの中から外を見た感じです。もう前面のこのガラスの窓になっていて、歩道の方に向かってですね、こうだんだんにもう本当シアター風にバスの中に、座席が組まれているという変わった作りになってます。で、それが観光バスとしてこう名所を巡りながら、風景を見ながら、時々こういうエンターテイナーがですね、路上に出没しまして、歌を歌ったりとか演奏したり、あるいはダンスを踊ったりとか、そういったですね、変わったツアーになってまして、これ本当一見の価値あるんじゃないかと思います。そしてエンパイアステートビル、キングコングで、以前はですね、有名だったか、若い人はちょっと知らないかもしれないですけど、有名でございますけども、これ45日間でですね、このビルが建てられたというのが、私も知らなかったんですけど、有名だそうです。わずか45日でこのビルを作り上げたという歴史があるそうです。高さが443メートルですね、ございます。これが展望台からの風景、もうマンハッタンから、全てを一望できるという眺めになっております。で、このですね、ニューヨークのマンハッタン島にはですね、公園もたくさんありまして、一番有名なのセントラルパークなんですけど、こちらがですね、街のオアシスと言われているブライアントパークというパークでございまして、こういったオープンカフェとかがあったりとかですね、こういうちょっとした遊園地みたいになってて、これはメリーゴーランドなんですけど、親子連れでも楽しめるという感じです。だからそのこういう公園を使うのもですね、面白いかなというふうに思うんですね。で、こちら、馬車ツアーが結構ちょっと高いんですけど、馬車ツアーも人気だそうです。もうニューヨークの街中を馬車で観光していくというですね、面白いツアーでございます。こちらセントラルパーク、これが一番有名ですね。パークでのんびりして、天童も見えるし森も見えるということで、ニューヨークがですね、街化していった時に憩いの場を作ろうということで、巨大な、緑の公園を作られたというのが起源でございます。それからですね、ブルックリンという街がありまして、以前は工業地帯でちょっと治安も悪かったということで、そう言われた方もいらっしゃるんですけど、今はですね、もうアートの街になってまして、こういうマンハッタンからブルックリンにですね、渡るところにブルックリン橋というブルックリンブリッジというのがあります。吊り橋です。ここを歩いて渡れますので、ここを歩きながらですね、行きますと、自由の女神も見えるわけですね。で、ここを歩くのもいいのかなと。で、ブルックリンに渡りますと、こういう本当にストリートアートがたくさんありまして、特にその美術館に行かなくても、こういうアートを散歩しながら見て回れるという状況になっております。まだまだですね、魅力あるんですけれども、一応ピックアップして、今回、ニューヨークの魅力第1弾をお伝えいたしました。ニューヨークの簡単なツアーをですね、この画面下のコメント欄の上に、URL 貼り付けておりますので、そちらクリックしていただくと、そのツアーの、内容詳細ページに飛びますので、ぜひご覧ください。それからニューヨークの場合は、航空券とですね、ホテル、それから観光、送迎などをつけたりつけなかったりとかありますけども、そういう手配旅行、いわゆるオーダーメイドの旅を格安で今行っておりますので、ぜひお申し付けいただきたいと思います。現地観光なんか結構たくさんありますので、ショーを見に行くとか、その辺だけでもですね、フリープランの中に入れられると、インパクトというか、ある旅行になるかと思います。ぜひニューヨークお勧めしております。よろしくお願いします。